皆さんこんにちは、くじろくろです。禁断の男の一人旅シーズン3、2日目、カプセルホテルからの起床です。はい、おはようございます。時刻6時、今からね、空港に向かいます。3番乗り場に福岡空港行き電車が到着します。ホームドアから離れてお待ちください。はい、国際線ですね。このバスで行きます。国際線ターミナル行きです。はい、福岡空港ね、到着しました。今からね、チェックイン行きます。結構ね、国内線国際線アクセス悪いね。出発ロビー3階空いてないや。この時点で出発1時間半前なので結構ギリギリです。ベトジェットエアアジア E カウンター、ベトジェットも飛んどるんだね。エアアジアのね、アプリを事前にダウンロードしておけば簡単にね、ウェブチェックインができたんですけど、私はやっておらず、空港の待ち時間にアプリをね、せっせこ入力してますが、結局できずでした。すごい並んどるじゃん。まだ早いよね。私はいつも機内に入るタイミングは一番最後ギリギリが多い。機内に着席して安全のための説明をビデオ撮影していたら、撮るなと怒られました。またさ、楽天の海外ローミングクソだよね。繋がらへん。俺もう30分以上経ってもさ、ローミング聞かへんのよね。前回ね、マニラに行った時も楽天のね、ローミングクソ。まあね、ほんとね、海外で使えるって言ってもね、全然使えないのが楽天。終わっとる。結局8日間15ギガまで使えて299バーツのSIMカードを買いました。そしてバーツ高、円安つらい。はい、ちょっとね、節約のために A2 で行こうと思います。高いからね。まあこんな感じだね。 A1 はちなみに、あ、チャプチャか。いつもね、空港からバスに乗るっていうことなんてないんだけど、もう今回はほんとね、バス乗りました。30バーツ、日本円にして132円、節約です。で、実際にバスに乗ってみたんだけど、まあ結構ね、快適でした。で、料金はね、乗ってるとご覧のようにね、カチャ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 やるね、車掌さんが来て料金30バーツを払うっていうような感じです。まあね、あの普通のね、市内のバスと一緒ですね、乗り方は。
とは Google のね、マップをね表示させておけば自分がどこ走ってるかっていうのは分かるからね、まあ目的地のね、近いところで降りるっていうのもありかなとは思います。まあ昔はねスマホもなかった時代、マップを見ながらね、今どの辺走ってるんだろうってキョロキョロした覚えがありますけどね、今は本当にね、便利な時代になったかなっていうふうに思います。まあそうこうしてる間にね、BTS の乗り場、モチットのね、乗り場に着きました。まあここの駅でね降りる人が結構多かったです。バスの終点戦勝記念塔で降りました。この辺りは以前住んでいたこともあって結構ね、土地感がある場所です。この辺は全然変わってないね。はい、センター湾。まあタイ人のアヌッサワリーの待ち合わせ場所って言えばセンター湾。はい、センター湾の中に入ってきました。いろんなお店があってね、こういった制服も売られていてなかなか面白いスポットです。朝から何も食べていなかったのでここセンター湾でカオマンガイとあとね、ソムタムタイプーを食べました。料金も安くてね、なかなかいいフードコートです。本当にねこの辺の景色とか空気とか匂いとか音とかね昔から全然変わってない場所です。いいね。はい、アヌッサオリーから、7までね、BTS で移動しようと思います。暑い。 BTS のホームに来ました。なんと自動販売機があってちょっとびっくりしました。売られてるのはお菓子とかあとね生理用品とかお茶とかジュース類、ただね BTS の中って飲食禁止なんですよね。車内から見た景色はご覧のような感じで、あちこちでねコンドミニアムが建設されていたりと、なかなかタイは景気が良さそうです。今日泊まるホテルはこのルアムチットホテルです。行ってみよう。はい、今回、泊まるホテルはルアムチットホテルっていうところにね泊まります。初めてね来たんですけど、なんかね地下1階に有名ななんかコーヒー屋さんあるっていうことでね、まあそこの上にあるなんかホテル、1階ちょっとねどんなもんかなっていう風でね泊まってみます。中はまあベッドあって洗面があってこんな感じかな。であとはシャワー、まあ至ってシンプル、まあそんなような感じです。あと冷蔵庫もあって、であと外の様子こんな感じかな。なんか夜は賑やかそうな感じしますけど、はい、まあ1泊5000円ぐらいで、本当はね窓がない部屋だったんですけど、なんかそこの部屋はいっぱいだっていうことでアップグレード無料でしてもらいました。はい、まあ2泊滞在なんですけどね、ゆっくりしたいと思います。今からねプール行こうかな。うわすごい日差し、
カンカンデリ、どこも日陰ないような感じ。暑いね。眺めいいね。あ、BTS。あっちが総区駅かな。うん。ロケーション的にいいね、ここね。んで、やっぱ屋上プールだよね。それにしても日陰がない。日陰欲しいところ。本当にね、気持ちがいいね。すがすがしいプールで、景色も最高。そんな感じでね、暑くなってはプールに入って、また上がってまたプールに飛び込むっていうことを何度もやりました。プールの中でね、目を開けて泳いでいて、その後ね、プールのタオルで顔を拭いたら、なんと物もらいできてしまいました。ホテルのプールはね、ほんと注意が必要だと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまたね。